行動しないのを選ぶのではなくて絶対にできるんだよで自分は絶対叶えれるっていう夢を持ちながらみんなで生きていけたらなっていうふうに思います一人が変わると周りが変わります家族の中の一人が変わると家族全員が変わっていきます <music> 皆さんこんにちはペンキ画家の正元です今日は人生無駄だと思って行動しないことを 選んででししままままううとととと人生はつまらなくなくりすすよといいいことでお話ししたいと思います皆さんどうですか効率を求めて生きてますかそういう方がね、日本には多いと思うんですけど、無駄を省いて効率よく求めて生きるっていうことが本当に幸せなんでしょうかそれを僕は考えさせられたのが、あの、アフリカの文字村での体験でした。ある日ですね、近所に住む3歳の女の子のザイちゃんが流れ星を捕まえに行きたいっていうことをお父さんに言いました。お父さんは42、三歳。僕はどうするのかなと思って 見てると、よし行こうということで本当に出て行ったんですよで、僕はびっくりしまして1時間半後ぐらいに2人が帰ってきてお父さんはね、汗だくで足に切り傷とかつけて血を流しながら帰ってきたんですけどえどんな探し方してたんって聞いたらいや、証言、今日は見つからなかった今日は見つからなかったってものすごく悔しそうなんですね本気で見つけようとしてたんやと思って僕は思ったんですけれどもザイちゃんとザイちゃんのお父さんは2人で場所が違ったんかなって話してるんですよねこの感覚だとこの感覚が僕いなかったんやと思ってその。 次の日ですね、びっくりしたのは、在ちゃんのお父さんと、そのお友達、大人二人、42、3歳の男二人で、子供に流れ星を見せたらなあかんということで、出て行ったんですよ。これはさすがに僕止めなあかんな思いまして、ちょっと待ってって、流れ星って捕まえられへんから、僕言ったんですね。本当のことを言おうということで、彼らがね、それを聞いて僕の方を振り返ってこう言いました。証言は流れ星を捕まえに行ったことがあるから、おいらに言ってんのか、 って言ってくると行ったことがないって言ったら行ったことがないやつに言われたくないと考えてみて,って流れ星が流れてるところを捕まえれへんかもしれんけど落ちてるかもしれへんやろそこに対してお前にはロマンとか夢はないんかっていうことで真面目な顔で42,3歳の男2人から僕は言われましたその後に言われたのが将棋を見てると無駄を省いて効率よく生きようとしてるけれども無駄やろとかアホやろうとかしょうもないわって言われることの中に幸せ っていうののがあるのに「お前はもったいないな」っていうことを言われました。 で、その後に言われた言葉が衝撃的なんですけど、証言ねって人間が生きるっていうことを効率よく考えるのであれば、人が生きるっていうことを効率よく考えるのであれば、生まれてすぐ死ねばいいっていうことを言われました。証言ねって人っていうのはいかに無駄な時間を楽しむのかっていうテーマで生きてるやろって。証言が肩書きを外した時の自分の心の中の本当の喜びって何やった幸せって何やった小さい時、小学校の時、自分が何にワクワクしていて、何 に感動ししててしててててていいそ何を喜びとして生きていたもう一回その自分の心の中の本当の声に耳を傾けてあげないといけないんちゃうそれできてるできてたっていうことで言われました。そういう声かけとかって自分の親から言われへんかったってアフリカのね、文島の人に言われました。僕は一切そういう声かけをされたことがなかったんですね。小さい頃のね、親の会話というと、まあ、作業の会話で溢れていて、寝る前の会話というと、あんた、 はみやきは明日の宿題は明日の準備ははよねーって言われるのが毎日だったんですね。だから毎日の中で最近何に感動したとか何を幸せと思えたとか最近嬉しさとか感じたとかって聞かれたことって本当になかったんですよ。皆さんどうですかそういう会話とかって小さい頃ありました僕はね、そういう会話がないまま大人になり、そしてこの文字村に行ってしまいました。で、そこでね、村の人たちから言われることがね、すごく多くてなんか人間らしさを取り戻していく っていう瞬間がたくさん感じれたしそんな時あったんですけれども無駄だと思って行動しないことを選んでしまうと人生がつまらなくなりますよということをまさに彼らから教えてもらいました流れ星を捕まえに行くときもすごく希望で溢れた目をしてるんですよキラキラした目してます証言今日は捕まえられるかもしれないよってことで待っててねってことで二人で出て行ったんですけどねありえないってえ無理やろとかって言われることだったとしても自分が絶対にできるってそれが 叶うかもしれないっってて本気で思ってるとこんなにキラキラした目になるんだなって思いましたし、こんなにハッピーな、すごい素敵なオーラっていうのかな、を身にまとうことができるんだなということを僕は思いました。やっぱりね、ハッピーな人の周りにいると、自分の心がどん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 明るくなっていきます。僕は文島で過ごす中で、そういう夢を描く、夢を描ける大人と一緒に過ごせる中で、すごくね、自分という人間が明るく輝いていってるなっていう っていう,ふうに実感しましたしししままたた確信なので僕もね、日本ではね、ダメだってあれしても無理じゃない。これも絶対無理でしょうって、あなたのことを思って言ってるんだよっていうことを言う人が多いですけれども、それは果たして本当にその人のためになってるんでしょうかどうでしょうか希望に満ちた言葉をかけながら、夢を追いかける。そこにロマンを抱く。ロマンとか夢とか、自分が行きたい世界を思い描く。 中でそこにに幸幸せせを感じじててててて生きいいいいいけるっっっうう方が僕はなななんゃか風思ます無理だよとか、あなたのために言ってるんだよという現実見なさいよっていう世界ではなくて、もしかしたらこれもできるかもね。それやってみたら、あなた得意でしょって夢を描けるのってなんてすごいんだろうっていうことで、夢を描けるあなたってすごいね。素敵だね。輝いてるよ。そういうあなたのところに一緒にいたいよ。愛してるよって絶対ね、あの、言われると思す 思うんですよね皆さんもねぜひ現実をね見ないといけない時もあるかもしれないんですけれども夢を描ける人間でいてもらえたらなっていう風に思いますもし自分が夢を語れたら夢を描けたらもしかしたらこれができるんじゃないかなって思ってるよっていうのをキラキラした目で胸を張って言えたとしたら幸せっていうのが自分から近づいてくれると思いますやっぱりね幸せそうに生きてる人のところに幸せっていうのを舞い込んでくるんじゃないかなって僕は思っていますいつも夢を 描きながらこうなったらいいなって真面目に思いながら出る杭は打たれると言いますけれども出過ぎたらねもう届かないので皆さんね夢を語りながら明るい自分を見つけていってもらえたらなっていうふうに思いますいつしかなぜ今の日本はね夢を語れない人が多いんでしょうか現実ばかりを考え ちゃううんでしょうか現実ばかりを考えると、人は夢をいただかなくなると、奇跡っていうのが起きなくなるんだよっていうことを文島の人が言ってくれてました。現実ばっかり思い描くと、ああ、これができないよねって、この時間に行くと間に合わないよねって、非効率なことをしてるよねとかってなってくると、本当にその自分が想定したことしか起きなくなってくるから、人生というのは。まさに思考の中で生きていくことになるよと。本当にもっとユーモアも持って、アイディアも持って、 夢をを持持っっててロマンを持って生きることで自分が普通だったらありえないことでも起きてくるし自分が生きたい世界に一瞬で連れて行ってもらうことができるっていうことをみんなが言ってくれていました村の70歳の村長のね生きるテーマっていうのは笑うように生きるっていうテーマでしたけれども笑うように生きるっていうのはどういうイメージかというと大きな葉っぱの上に裸足で乗っかっていて両手を広げて空を見上げてるイメージだっていうふうに言ってくれたんですけどまさに笑うように生きるそんなイメージで村長は生きてきてましたし 10歳の時から、そのイメージに村のみんながなっています。みんなすごく明るくてハッピーで、自分の夢も語りますし、やりたいことも言うし、流れ星も捕まえに行くし、笑うように生きるっていうイメージでみんなで生きてるんですよね。なので、一人の人が夢を描けるようになったら、絶対に周りの人はみんなが明るく前向きに変わっていくと思います。それを僕は慣れたんですね。そう、慣れました。流れ星捕まえられないでしょって、絶対無理でしょ絶対無理だからって言ってた自分が、その、 42、3歳の流れ星を捕まえに行こうとする大人と出会えて、僕にいろんな言葉をかけてくれる中で、できるんじゃないかなって真面目に思いました。絶対にできるって、絶対に叶うっていう、自分の中のね、意識が生まれてきました。なので、皆さんもね、もっともっと夢を描いた方がいいし、そうすることで明るい未来が待ってますし、そこに自分が連れて行ってくれますから、絶対に。なので、皆さんもね、無駄だと思って、行動しないのを選ぶのではなくて、絶対にできるんだよ、 自分は絶対叶えれるっっててていいいいうう夢を持ちななながららみんなで生きていけたらなっていうふうに思います一人が変わると、周りが変わります。家族の中の一人が変わると、家族全員が変わっていきます。みんなで夢を語るようになってきます。それがね、現実に起きてきます。夢が現実になってきます。なので、皆さんね、今日のお話は、人生無駄だと思って行動しないことを選んでしまうと、人生がつまらなくなるよっていう話でした。逆に言うと、無駄を省いて、 そして自分の夢に手間をかけてあげて夢を描いてロマンを抱いて生きていくと人生がすごく明るく面白くなるよっていう話でした。皆さんぜひ流れ星も捕まえに行ってみてください。今日も皆さんありがとうございました。大切な人がいらっしゃったらこんなチャンネルあるよということで紹介してもらえると嬉しいです。それではまたです。